グリーンランド、グリーンランド、人の島の意、緑の島の意は、北極海と北、大西洋の間にある、世界最大の島、日本の面積の5.73倍、デンマークの旧植民地。現在は、デンマーク本土、フェロー諸島と対等の立場で、デンマーク王国を構成しており、独自の自治政府が置かれている。大部分が、北極圏に属し、 全島の約80%以上は氷床と万年雪に覆われる。巨大なフィヨルドが多く、氷の厚さは3000メートル以上に達するところもある。居住区は沿岸部に限られる。カナダとの国境線上にあるハンス島の領有をめぐってカナダとデンマークの間で競争中である。一院制の議会、ランスティングは31人の議員で構成されており、 4年に一度住民からの直接選挙で選出される。ただし解散が認められている。主要政党は新ポ党、連帯党、イヌイットユーアイ党など。また、デンマーク本土の議会、フォルケティングにも2議席が割り当てられており、グリーンランド議会とは別に選挙で議員が選出される。議員内閣制が採用されており、議会から選出された自治政府首相が、 行政府を率いる。北欧理事会に加盟している。デンマークが欧州連合 EU の前身である欧州共同体 EC に加盟した際、グリーンランドもその一部として加盟した。しかしその後、グリーンランド自治政府は高度な自治権を獲得し、1985年に EC を離脱した。グリーンランドの住民は EU に加盟するデンマーク本国の国籍。 市民権を持つため、グリーンランド自体は EU に属さないながらも EU の市民権を自動的に持つことになる。ただし EU での選挙権、欧州議会等の選挙権は、グリーンランド全体が選挙区外となっており、行使できない。本国デンマークとは地理的にも文化的にも離れており、独立を求める声が多い。 デンマークによる植民地支配が長く続いたが、1979年5月に自治政府が発足し高度な自治権を獲得した。2008年11月、グリーンランドで自治拡大を問う住民投票が行われた。開票の結果、賛成75.54%、反対23.57%で承認された。 投票率は71.96%だった。江ノ区選首相は遠くない将来に完全独立が実現することを望むと語った。これにより公用語をグリーンランド語と明記し、警察と司法、沿岸警備などの権限が中央政府から自治政府に移譲されることとなった。また、これまで本国と二分していた地下資源収入について7500万。 デンマーククローネまでを自治政府の取り分として、残りの超過分を本国と接班することが盛り込まれている。2009年6月21日に施行された。グリーンランドは、島内のほとんどの土地が厚い氷に覆われており、地下資源の採掘が困難であった。しかし、地球温暖化の影響で少しずつ氷が溶解しており、今後採掘のスピードが速まると予想される。 グリーンランドの地下には中東地域に匹敵する量の原油が存在するとされており地下資源収入が経済的にグリーンランドを支えデンマークからのグリーンランド独立が容易になるとも指摘される。グリーンランドは北アメリカ大陸の北北極海と北大西洋の間カナダの北東に位置する。世界最大の島で領域は 北緯59度50分から83度37分の範囲に広がる。軽度では、西経10度から70度の範囲を占め、島の大半が北極圏に位置する。北西部では、約3 0トル離れたカナダのエルズミーア島にネアズ海峡を挟んで隣接し、南東約3 0 0トルには、デンマーク海峡を挟んでアイスランドがある。飛行区分は、 北極圏から準北極圏に属し、涼しい夏と寒い冬を特徴とする。地形はほぼ平坦だが、沿岸部以外は氷床に覆われる。最北部は空気が乾燥しているため雪が降らず、氷に覆われていない。もし、グリーンランドの氷床がすべて溶けたならば、現在よりも7.2メートルほど海面が上昇するという。最高峰は、東部のアイスランド対岸にある、キュンビョルニ山。 ガンブヨーンの3694メートル、全北極圏で最も高い場所である。資源は、鉱物と海産物である。亜鉛、銅、鉄、氷晶石、石炭、モリブデン、金、プラチナ、ウランなどが採掘され、魚介類、アザラシ、クジラなどが捕獲される。なお、メルカトル図法の地図では極地に近いほど、実際の面積比率より、拡大表示されるため、 グリーンランドはオーストラリア大陸に比べ面積が大きく見える。実際のグリーンランドの面積はオーストラリア大陸の約29%で両者には500万平方キロメートルもの差があり、その違いは歴然としている。面積2166,086平方キロメートルの81%である175万5,637平方キロメートルを表彰が覆う。 氷の厚さは沿岸近くで1500メートル、内陸部で3000メートルに達する。氷の重さで島の中央部の地面は海面より300メートルも低い。氷は中央部から周囲の海岸へゆっくり流れている。海岸線の長さは39,330キロメートルに及び赤道の長さに匹敵する。町や居住地は氷がないところに存在する。 人口は島の西海岸に集中している。内陸部のほとんどは厚い氷で覆われている。北東部は世界最大の国立公園である北東グリーンランド国立公園となっている。カラーリットが85から90%で、このうち約1万1人が先住の犬イ,イット。その他、カラーリットと北欧系の根血デンマーク人など。公用語は グリーンランド語であり、主に3つの方言に分かれている。独立志向が強まっていることを受けて、2009年にデンマーク語は公用語から外されたものの全人口の12%の母語であり、行政、教育等で使われ、ほぼ全ての住民が理解できる、巡公用語的な言語となっている。主要産業は、漁業と、その加工業で、これらのみで、 輸出の87%を占める。特にエビはその半分以上を占めており、日本向けにもロイヤルグリーンランド社を通じて多くのエビが輸出されている。その他にさらなる成長が期待される産業に観光業が挙げられる。ただし、観光に適する季節が限られること、旅費がかさむため敬遠されがちなことが難点となっている。鉱物資源の探査も進行中である。 多量の原油埋蔵可能性が指摘されており、石油資源等の開発のために、国営石油ニューナイルが設立されたが、生産開始には、まだ当分時間がかかる。鉱物資源開発の国営、ナネミナールは新たに始まった、均衡開発への投資を募る、タメコペンハーゲン株式市場に上場した。金属価格が上昇しているため、ウラン、アルミ、ニッケル、プラチナ、タングステン、 チタン、銅などにも関心が集まっている。デンマーク本国からの多額の助成金もグリーンランド経済を支えており、2005年には約31億クローネに上っている。本国のデンマーク人に対する意味での先住民族はカラーリットであるが、彼らの入植はグリーンランド市においては比較的浅い方である。アメリカ先住民。 インディアンに禁煙と思われる入植者の波が数度に渡ってあり、その後アイスランドのバイキングが最後にカラーリットが入植した。982年頃赤毛のエイリークがグリーンランドと命名し入植が始まった。しかし15世紀頃にバイキングの入植地は全滅し、住民はカラーリットのみとなり西洋の歴史から一時姿を消した。 16世紀半ばに再発見され、18世紀にゴッドホープに植民地が作られた。同時に布教も行われた。1917年以降はデンマークの支配が全島に及び、1953年本国の県と同様の自治権を得た。1973年デンマークのヨーロッパ共同体加盟とともに EC の漁船操業と漁獲港に関する規定が、 デンマーク本国とその領土に適用されたが、グリーンランド住民は反発し自治を要求。1979年5月に自治政府が発足し、グリーンランドはデンマークの自治領となった。1985年グリーンランド政府は EC を離脱した。AD 区はグリーンランド上陸より前、アイスランドを発見していた。彼が命名したアイスランドは、 その名称ゆえに入植希望者が現れなかった。そこで彼はこの地に入植希望者が多数現れることを願い、緑の島と名付けた。その他にもグラントランド、グラウンドランドがなまったという説、あるいは氷河に覆われていない南部海岸地帯がエイリークの頃の中世の温暖期には緑にあふれていたという説もある。バイキングによる入植の先駆けとなったのは、 ノルウェー生まれのアイスランドバイキング、赤毛のエイリークである。982年頃殺人を犯した、エイリークは3年間国外追放とされる。赤毛のエイリークの佐賀によると、彼はこの3年間でグリーンランドの海岸を探索することとなった。アイスランドに戻ってからは、グリーンランドについて吹調する。985年には西海岸に2つの植民地が作られる。 その一方が、現在の首都ニュークである。サッカーは、グリーンランドの国技である。トップリーグは、コカ・コーラ GM と呼ばれる。気候の関係で天然芝が使用できないため、人工芝などが使用されている。過去に、UEFA 加盟を計画したこともあったが、現在グリーンランドサッカー協会は、FIFA や UEFA には加盟せず、国際フットボール連合に加盟しているため、 サッカーグリーンランド代表は FIFA ワールドカップ予選に参加していない。2007年に FIFA が国際試合で人工芝の使用を許容する決定を下し2009年6月21日にグリーンランドがそれに合わせた役変更を行ったことで FIFA が加盟申請を受諾する可能性があり、地域的には UEFA とコンカーカーフのどちらかに加盟することが考えられる。 また、グリーンランド代表は、フィフィワイルドカップや、エルフカップに参加した。ハンドボールの分野では、グリーンランドハンドボール連盟が1998年に国際ハンドボール連盟に加盟。ハンドボールグリーンランド代表が2001年より世界選手権に出場している。2007年世界男子ハンドボール選手権に参加し、24チーム中22位で競技を終えた。 グリーンランドは2年に一度開催されるアイランドゲームズと北極圏冬季体育大会に参加している。島内外との最も重要な交通手段は航空機である。グリーンランドの主要空港はカンゲルルスアークにあるカンゲルルスアーク空港である。最大の島外路線はカンゲルルススアークコペンハーゲン線である。2007年5月にエアグリーンランドが カンゲルルススアークとアメリカのボルチモアを結ぶ季節便を就航させたが、赤字のため2008年3月に路線が廃止された。これらの路線以外の当該路線は、ナルサルスアークコペンハーゲン線、レイキャビークイルリサット線、東海岸のクルスクレイキャビーク線、ケプラビークヌーク線である。グリーンランド島内路線のハブ空港は、カンゲルルススアークである。船舶による旅客と貨物の輸送は、 アークティック・ウミヤック・ラインが運行する沿岸フェリーによって行われているが、片道80時間かかる往復路線が週1便あるだけである。島内の都市間を結ぶ陸路はない。フィヨルドが非常に多く陸路の整備は困難である。1993年から1994年にかけての調査で人体へ蓄積した有害物質濃度が測定されている。グリーンランドには、 汚染源となるような化学工場がないため、北、大西洋海流に流されてきた汚染物質が沖に溜まり、生物の汚縮された魚介類を食べていることが原因とみられる。1、2、3、4に挙げた以外には、セレンも摂取している。冒険家の植村直樹は、グリーンランドのシオラパルクに9ヶ月滞在し、犬ぞり操作や、狩猟の技術を学び、 北極点に単独到達などを成功させた。大島イ夫はシオラパルクに住み、1974年にグリーンランド人と結婚し、ハンターとして生きている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。